鈴木100万台以上リコール。本日、鈴木が部品が破損し、エンジンが止まったり、タイヤがパンクする恐れがあるとして、115万4617台のリコールを届け出ました。こちら、まずエンジンの部品に欠陥があり、破損してエンストしたり、発進できなくなる可能性があるとして、96万9800台に対しリコールを出し、これまで344件の不具合が報告されたと発表しました。また、車のバネの部分に欠陥があり、バネが折れてタイヤがパンクする可能性があるとして、61万496台に対しリコールが行われ、すでに460件の不具合が報告されております。こちら、対象となる車種は、ワゴン R とスペーシア、アルト、アルトラパン、MR ワゴン、ハスラーとされておりますけども、こちら、リコール対象となった車をお持ちの場合は、リコールのお知らせが届くことになりますので、皆様、このリコールのお知らせが届いた場合は、速やかに対応していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。